私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はワクチンで後遺症低減という報道がありました。これはイギリスの論文を引用したものですが、アルファ株のデータは意味があるのか、そして日本で流行中なのはデルタ株というお話をしたいと思います。私の抗酸化チャンネルのチャンネル登録5万人突破記念でプレゼント企画を行っています。酸化ストレスの検査サビチェックと、私の開発した抗酸化配合剤、そして日本のサプリメント学会のズーム視聴をプレゼントしています。こちらの URL からお申し込みください。このビデオの表紙はワクチンで後遺症低減という日経の報道です。元論文を解説しまして、データは主にアルファ株のことだったんですね。日本で感染のほとんどは現在デルタ株ということで、今からの日本に必要なデータかどうかは皆さんでお考えください。こちらが9月19日に日経新聞の報道で出たコロナ1年後も後遺症5割、そしてワクチンに予防効果もという報道です。これは中国の報道ではですね、コロナで入院した人の5割はですね、発症から1年後に何らかの症状を訴えているといういわゆるコロナ後遺症の論文の話です。そしてもう一つは、A キングスカレッジロンドンの2回目のワクチン接種から7日後以降に検査で陽性になった900人を調べたと。いわゆるブレイクスルー感染ですね。そして症状が発症から28日以上続いた人は約 5% だった。そして未接種の感染者のうち同様に症状が続いた人は約 11% だったことから、感染前に接種していると後遺症の発生が半分になったという論文だそうです。そして、著者はワクチン接種によって感染を防ぐだけでなく感染後の病気を改善し後遺症を予防できることが初めて示唆されたというふうに話しているそうです。長崎大学教授のコメントではですね、子どもへのワクチン接種を考えたとき後遺症を防ぐというメリットは大人に比べて少ないというふうに報道されています。さてこちらがそこに出ていたグラフですが、上が中国のデータで、倦怠感、筋力低下というのが 20% ぐらい、他には睡眠障害、関節痛、脱毛というようなことがあるようです。そして下が英国のデータで、接種せずと2回接種を比べるとですね、5、6割減っているというデータです。さて、英国ですので、ほとんどはアストラゼネカ社のワクチンで、あとは一部ファイザーのものがあるようですが、アストラゼネカもファイザーも、遺伝子ウイルスであるということです。さてこちらが日経が引用した元の論文ですが、2回ワクチン接種を受けた成人はコロナに感染した場合に後遺症になる可能性が 49% 低いということなんですね。で、ワクチンを接種してですね、効果が認められているが、ワクチン接種後にコロナに感染する人が依然としているというふうに書いてあります。この研究では携帯電話アプリを利用している成人の自己申告のデータです。ですからこれは病院が調べたりですね、医師が調べたものではなくって携帯電話のアプリデータを解析したものです。そしてリスク因子分析では2020年12月8日から2021年7月4日のワクチン接種者が対象ということで、結果は2回ワクチン接種を受けた感染者ではワクチン接種を受けていない感染者に比べて報告される頻度が低いというふうに書いてあります。さてこの論文のデータを取られた試験機関が非常に重要だと私は考えています。こちらは以前のビデオにも出しましたパブリックヘルスイングランドのテクニカルブリーフィング16ですが、コロナの変異株の懸念とイングランドにおける変異株調査というもので、このレポートでは今年の2月から6月14日までのデータですが、この間はですねアルファ株が 86.9%、デルタが 12.3% と記載してあります。この後少しデルタは増えてるんですが、大体8割対2割という程度のデータだと思います。こちらは
東京都健康安全研究センターのデータですが、変異株の割合を示しています。ご覧のように一番右のグラフ、赤のデルタ株が今はほとんどになっておりまして、アルファ株はもうほとんど消えてしまっているという状況です。つまり現在日本で流行中なのはデルタ株です。そしてこの四角で囲ったエリアが先ほどのイギリスからの論文のデータの期間ですが、やはりここは日本でもですね、アルファ株の感染が多いという状況です。まあ、アルファ株の過去データというのはですね、医学的には意味があるんですが、今後の日本の感染に関して意味があるかどうかは皆様でお考えください。さて、コロナの後遺症というのは酸化ストレス病だということを今まで私申し上げてきましたが、コロナに負けるな、酸化ストレスを下げるということで、禁煙、大量のお酒を飲まない、肥満、糖尿病のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。またエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。こちらが抗酸化研究室の情報です。このビデオにコメント質問がありましたら、このメールアドレスにメールをお願いします。返信に時間がかかる場合もありますが、必ず返信をしています。